Negium Harsinja, huh?
やめろ、来るな。すまない、仕方なかったんだ。
Yeah.
Legium Harsinta, tend to it. Oi, would you get to Harta? Then. You have seen it. Legium Harsinta. Oh.
Yoshikage. まあ、腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ。一月も。一月も？借りは返しな。たかが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよ。例の王侍。酒井仁と申す。これはこれは。失礼しました。圧勝は賢治。 信頼と安心の杜氏で酒売り。そんで島一番の山師、高尾アザモ浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。 ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。 もっとよこせって。もううるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒をこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？バカのためだから。アザモ浦はどのような有様だ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。 鷹を見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてる奴がいるって聞いた。きっと鷹だ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ、酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくは鷹にも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。 猛虎だ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。鷹に会えなくなる。頼むよ。分かった。構えて。 調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。たかに同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば。 分からないだろう。そろそろです。静かに。
Nico. What's that urge? まさかうまくいくなんて。ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですな。村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご分を。タカが待ってるよ。 行こう。終わったら村の外にある辻で待っております。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか、万が一にも敵に見つかったら。俺は死ぬんだろ。分かってる。この上、見て、門のそば。 きっとタカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。 진하루! 제이오하사! おい、どうした？鍛冶屋のタカというおとこ、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。 兵が大勢おるな。一人を見失う。先にタカを見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。
집중하라고. 一人だ。 逃がさないよ。 休ませてくれ。 やめてくれ。 この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。 ではそこから出るぞ。 ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。さあ来い。
まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。あれ、夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。サカイ様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモ裏にはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。
このご恩は忘れません。道中気をつけよ。これを感謝の印として。慎重に勝負。
戦に勝つためだ。
でもなんとかせにゃ。お侍、アザモ浦を取り返すため、お力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる？で、どこに捕らわれた？一人は神社。あとの二人は家の中に。いかにして入る？門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。飯を分けたらみんな恩に来ます。やむを得んのだ。魚がなければお前の飯はない。俺たちの飯もない。食い物がいる。
して。価値の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。ところで死にたくない。悔やむことになるぞ。76の実践縄を解け。他に手はない。動くな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。왔음 말고 때 요 좋아지 믿는 쇼.
受け入れれば大半もお許しくださる。拒めば罰を下す。やめろ。 암마사츠! 望みだ。 제유월사. 逃がしてやる。村大阪。いかにも。 猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村のクスシも神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。 動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け。蹴られないのか。
지하로 안심するな 行け 待たせてしまったな。 怪我は？ ありません。 手当てしろと言われたのですが。 断ったのだな。 しばらくここに隠れておれ。 命を出す者が死なねば村は平和になりません。 奴は村長の家におります。 侍か。 よくも民を苦しめたな。 もうこの掟に従えば こいつらは苦しまずに済む。 愚かな嘘をつくな。 死をもって償うがいい。 その首、俺が切り落としてやる。
その命を捨てて、私らを守ったの。